はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、豆盆栽の植え替えの続きです。豆になるかな。豆になるかな、これは。というわけで。はい、やりましょう。お願いします。はい、じゃあ。カエデと、これ、バラ？うん、野バラの苗木ですね。はい、バサバサって生えてるね。じゃあ、カエデやります。カエデから。カエデね、横に寄っちゃってますから、まずそれを直すのがね、大事ですよね。よっ、お、すごいね。くっついちゃってます。出ないわ。カエデはね、結構一瞬で、ね、1年でガーって張りますからね。2年ぐらい、2、3年入ってたかな。うん、もうちょっと入ってたかもしれない。もっと入ってたかもしれない。はい、取れました。この苔もったいないんで、綺麗、後で使うと思うのでちょっと取っておきますね。これで種で結構立ってますよ。肌きてますからね。こんなになってるのね。まずこういうのはね、こうやってやる、こうやってギュッて引っ張って、ギュッて引っ張ってぐるぐる巻いてますからね、はい、だいぶやりやすくなって、まあ根はそんなに気をつけなくても大丈夫ですね。うん、もう切っちゃいますから。元気だから。もう春切っちゃうんで、ね、こんな長いから、引っ張ったらこんなになるから。これはもう最初に洗う前に切っちゃいます。バッツ、バッツと。はい。はい、これこんなのあった。未生だと思ったら挿し木でした。直根が。うん、こんなとこにね、直根じゃない。これ挿し木の枝。挿し木の枝。でも挿し木の枝の横から、違うか。何回かやってるんですかね。いや、一回植え替えてるんですよ、この人。それで直根じゃなくて、この挿し木の枝を切んなかったんだね。直根じゃないでしょ、これ。さすがにこんなのないでしょ、直根 で植え替えてみないと分かんないものですね。分かんないね、びっくりだね。洗います。うん、なんね。で、ここのところがね、これがその元の木なんだね、ここがね、うん、で、その脇から根っこが出てるのが残ってかっこよくなっちゃった。そういうことなんですよね。で、この木ね、こう植わってたんですよね。はい、こういう風に、うん。だからこう立てますね。で、立てた状態で静止をします。はい、この切り口がね、こういうの残したまんまだから、こういうのをきれいに取っていく。よいしょ。で、これが、ここが気になるけどね。で、こういうの。中途半端に切るとこういうのが出るんですよね。うんうんうん。カエデの場合、結構復帰がいいので、これがここか、ここで切って、これが間で、この枝下から出てるの、こういうのはもう取っちゃう、はい、で、まず枯れ枝だけ整理してから、これ長い、もう葉っぱ出てますけど、葉っぱ出てますけど、ここに目当たりがあるのでここで切ります。はい、で、これも長いのでここで切ります、で、これも長いのでここの一番下の目あたりの上で切ります。はい、間延びした枝を短くしてるってことですね。そうです、そうです、そうです。で、枯れた枝を少し取ってってね。で、これが長いでしょ。で、カエデっていうのはこういうとこから全部吹くんで、だから1段、2段、3段で吹くんですよ。節があれば絶対吹くんで、これもここで切ります。はい、これだな、問題は。ここ2本出てるじゃない、これはいらないと思うんだよね。太いこと取っちゃう。この辺は前回も言ったけど、まあ個人のセンスというか。そうなんですよね。こればっかりはね、好きなようにやってくださいとしか言わないんですよね。そうすると大体まとまったでしょ、はい、感じがね、うん、で、あと長いとこ葉っぱが出て、あの、芽摘みをするとこっちからも吹きますから、最初から切っちゃうと芽出しが見られないんでね、はい、このくらいにしといて、それからあとは芽摘みをしながら下の方から葉っぱが吹くのを待つと、あとこれかな、これ裏枝になるんですけど、こうもう切り口の傷ね、もうちょっとえぐり取りたいけど、また傷新しくなるから、これ2本出てるでしょ、ここだと、これこれ、これこれこれ、はい、これこれ、ここで切っとこう、ここから吹きますよ、それで終わり。こうやって細かい枝を、カエデは出やすいんでね、モミジよりね、綺麗に拭きますから大丈夫ですよ、結構雑木の中では初心者におすすめ、おすすめですね。ですと、ツリーには入ってそうな。そう、ただ売ってないのね、あんまりね、最近見ない。よいしょ。だからこれを、はい、こういうふうに割ってたわけだから、今度立てるんですね、今度ね、こういう状態ですよ、はい、で、もうちょっと根っこがこう伸びてるやつ切ります。
巻き絵、巻き根も切ります。これ気になってる。でここすごい気になるでしょ、うん、これね、植えるときにこれ以上切ると安定感がなくなるんですよ、うん、これ今だとグッて締まりますから、これはもう諦めていただいて、ピッ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 と、はい、はい、でこれだと丸か楕円ですね。鉢選び、丸か楕円、丸か楕円です。丸だったら朝鉢です。黒っちゅうのもね、うん、ちょっと大きい大きすぎます。取っちゃう、取っちゃいました。なんで取ったんでしたっけ。え、前と後ろが逆さまにしたんですよ、うん、はい、裏枝だったんですけど、この枝がどうしても後ろの方がでかいので、うん、これを抜くかと思ったんだけど、それにしてもこっちに向いてて前に枝がないので、うん、これを全部ここでこう取るかと思った。それじゃああまりにもかわいそう、うんうんうん、なんで傷の方は巻くから。なるほど、うん、もともと変な枝だったんでね、裏枝にしてもちょっとちょっとって感じでね。これカットパスタの方がいいかな、うん、これはカットパスタ、ね、カットパスタ、うん、これは炭じゃなくて、うん、ちゃんとカットパスタをつけて薪を促進。本当は銀紙がいいんだけど、銀紙、銀紙でやるとバッチシなんですけど、銀紙だとね光ってて目立つんですよ。銀紙を巻いとくんですか。うん、へー、それ知らないやり方か。え、やんなかったっけ。やらなかったっけ。銀紙を巻く、銀紙で糊のついてるのがあるの。へー、台所のシンクのガス台の周りにこう貼る、はいはいはい、銀紙があって後ろがベタベタしてて、それを切って貼ると、うん、カットパスタの3倍ぐらい早く、ま、巻きます。これはさつき屋さんはみんなやってるんだけど、 うちでもやってたんだけど、それが3日ぐらいだよね、一巻き買ってあったのが。でそれ貼っちゃうと売り物になんない、光るから、そこのところが、ね、でカットパスタだと多少目立たないでしょ、うん、ね、それでこれ泥つけてね、ごまかすんですよ。あ、そういった工夫も見た目、うん、分かんなくなる、馴染ませると、ね、そしてこっちを前にする、はい、だから本当はここに切り口をつけたくなかったんだけど、うん、でもこの枝頭だから ね、うん、ね、どうしてもね、はい、でこうなると、で鉢がこの鉢になりました、はい、小さいですけどね、うん、こんな感じで根上がりを強調してねやります、はい。まあいろんな素材があるからね、どうしてもね、完璧だったら高いから、そうですね、確かにしょうがないよ一から作れば安いですけどね。そうなんですよ。だからこういう場合はどうするかみたいなね、もう傷が巻くまではちょっと展示会は無理かなみたいなね、うんうん、感じにはあるけど、自分で楽しむ分にはね、ちょっとだけ待っていただければ。これは薄く入れないと根っこがあれなんで、もう一回切りたいぐらいなんだけどな。ここまで上がっちゃって大丈夫かな。ここまで上がっちゃうよね。もう一回切りましょう、はい、もう少しだけ切りましょう。これをこれでだいぶ起こすような感じでやらないといけないので、アルミ線があんまり上に出ないよね、はい、ギリギリのとこで見えないようにね、見えないようにね、ギリギリのとこで止めるときはこっちから押さえないとダメかな、うん、前に倒れちゃうんで、うん、後ろから押さえます。よっ、土入れないと倒れるんで、先にこっちから土を入れて、うんうん、よく土を入れてやって、根の整理ね、はい、これ飛び出たところを切って、これは残しておいて太くしたらいいかもしれないけど、後ろのはいらない、このこれがいらない、細かいので、で考える、これはこの根っこいらないか
今はねいらないんだね、はい、将来的に太くなった時にかっこよくなるかなってちょっと思ったんですけど、うん、なくても別にいいんだな。これでこれをこう、はい、して次のようにでちょっと周りだけ軽く押さえますね。完成、うん、さっきよりだいぶ向きも変わったし、そうですね、ボサボサの枝もなくなったし、うん、これがね、ここが治るかどうか、葉っぱがまた出てきたら印象も変わりますね、だいぶ変わりますね。この後は目摘みと剥がり、剥がりはね、もみじもやるし、けやきもやるし、雑木は全部やる、雑木全部やる、うん、ほとんど、大変なあれもやりますよ、ツタもツタも、ツタも、あ、ツタもやります、大きい葉っぱが出るから最初、うん、あとなんだろう、剥がりはということで、そういった作業に次は移っていきます。芽摘みは絶対やります。芽摘みは新芽の2枚出たら新抜き、うん、すると今度こっちがね吹くからね、こういう下の方から、はい、そうすると一段階枝がまっすぐ伸びてる枝がなくなっていくのでね、うん、じゃあ続いて続いてはバラですね。はい、バラです。バラですが、これはあのトゲなしの、多分花は雅のようなピンクの小さい花で、うん、最近よく売ってますね。いろんな名前ついてるんですよ。はい、トゲなし雅とか姫雅とかあって、愛美とかいろんな名前ついてるんで、うん、特に名前にこだわらなくてもいいかな。トゲないんで作業しやすいです。はい、でここに2本持ってきました。どういう根っこになってるかやってみます。両方同時にやってみましょう、はい、これね、砂で割ってんですよ。で根はすごいのほら、うんうん、これ刺してからね結構立ってますよ。うーん、あ、すごい砂だから、砂でやるっていうのはもう名古屋のとかなと思うんですけど、この辺は砂に刺さないです、ね、うん、バラは寝伏せできるんですか？寝伏せも太ければできますよ、うんうん、うちでも時々ありますけどね、こんな細いんじゃダメですよ。なるほど、あのぐるぐる回ってるやつね、うん、あれはできます。ヤゴ枝出やすいですからね、うん、ほらね、太くないでしょ、うん、そのほらやってみないとわかんないですよ、うん、ここが太いからもっとドンと太いかなと思ったらこんなんですね、うん、はい、でこっちはどうなるかというと、だいぶ細い、細いですよね、うん、だからこれあの上だけ見て買うと当たり外れありますよ。一回植え替えてあればね安全なんですけど、うん、刺す人はバサバサって刺して、うん、お安いんですよこれ、これお安いんですけど、うん、やっぱりそれなりの当たり外れあります、うん、でもこれもこのまま育てる時は太くなりそうですよね。それ太くなりますよ、うん、バラはね太るのがすっごい早いから、だからこれだからダメっていうわけではなくて、そうそうそう、すぐにカッコつくかどうかの話ですね、多分。そう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 、これがこれがねこうですよ、この違いですよ、うん、多少の違いではあるけれど植えた時の、ね、多少の違いではあるけれども、これこれはもう石かませるんですよ、こういうのは、うんうんうん、もう3本あるからね。でこっちはそのまんま使いますね。なるほど、じゃあこれをどういうふうにしていくかというと、はい、まずこの太い方ね、ここにあるのはいらないからポッと取りますね、うん、で大体短く切るんです。はい、もうバツバツ切ります。節の上みたいな、まあ一応そういうふうには目指しておりますが、これ見て当たるところこだから、ここに節があるでしょ、ここ内側にあると内側に枝が出るんで、てっぺんにするにはこっちのここからも吹きますから、ここで切っちゃう、はい、このくらいにしとく、うんうん、でここはまあ一応枝があるから ねこれで直根がある、ほらほら、あ、本当だ、ここに直根があります。あ、はい、これはねここで取ります。あのこっちの根がもっと太くなんですよ、うん、直根残しとくとそればっかりいっちゃうんで、であとこの太いね、この辺で切って、うん、あと小根はねざっと切るだけで、はい、いいと思います。もっと切っても平気です。でこれこれもったいないんですよ、もったいないんで、あとで、ね、刺す刺し木を刺す刺し木をして増やすこともできます。はい、で1個はこういう状態、はい、でもう1個はどうなるかというと、この枝は枯れてますか、これ枯れてる、うん、これもね少し長めに作るっていう手もあるんですよね。どうしようかな、これもやっぱ切りですよね、
あっちのよりちょっと長くしてみましょうかね。はい、もうこっから一回り大きくなるようなイメージでいいんですかね、葉っぱが出てきたら。というかどんどん伸びますからね。どんどん伸びますから、このくらいでも別におかしくはないと思うんですよ、これ。そうですね、うん、こんな感じでも、うん、これはね、まっすぐすぎたの枝が、うんうん、だから切んないといけなかった。これは多少枝が出てて、うんうん、こういう風に生えてるから分かれてる、こっちのはまっすぐ行っちゃってたから切らないって感じだった。こっちはこうなってるんで、このくらいでも楽しめます、うん、そうすると鉢の大きさも変わってくるし、全体のサイズ変わりますけど、まあ苗木によってね、どんどん変えていかないといけない。だからこれはもう豆鉢、豆鉢、豆鉢に入れて横から出たやつが豆に入れると短いんですよ、うん、新芽が、あの成長が少し抑えられるん で、はい、こっちは普通に伸びてこのくらいになるんですね、うん、これ根っこ3本あるんで、これもう完全に石、うん、石付きですよ。石付き案件、石付き案件、こんな感じ。こっちから見ても、うん、こっちから見てもいいかな。これカパってはまったでしょ、うん、これをこのまんま上とか、うん、この時ね、あんま細かいやついっぱい出さないで、太るから根っこが、うんうん、で細かいの取ってやるね、こうやって。そうすると一本だけ太くなるからね、このくらい、うん、でこっち長いの切っちゃって、これですよ、こう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 ね、3本あるから根っこがこうね、ここまで埋めちゃうか、あとは根上がりにする。ただ上の状態が根上がりっぽくないとね、はい、こういう風に出てくから、根上がりにした場合ちょっとこう横にするじゃないですか、うんうん、その場合だとこの枝取っちゃわないといけないんで、まあ簡単な方法で石付き、うんうん、でこっちはこのまんま豆鉢ですね、豆盆栽になりますね。この場合はちょっと根上がりでこのくらい上げて、うんうん、このくらい上げて上に同時進行で、はい、ちょっとあだ、なんか、はい、これどっちが前でもいいんでね、ほら、うん、石がね、石がね、落っこっちゃう。ちゃんと上にまとめてないと。一回縛る手もあるんだけどね、うん、縛ると取るのがすごい大変なの。石と根を縛る、うん、そうそうそう。この場合、落ちないように手で押さえてて、押さえててやりましょう、はい。石あるんでね、これが通らないんだよ、なかなか。うまくやるとね。で、こっちの根をこう止めて、こっちから止めていきます。うまくやって。で、沈んじゃうんで、先に土入れますわ。はい、これ、ね、あの石がね、沈んじゃうの。土を先に入れとかないと。うんうんうん、結構入る。うん、1年でパンパンになりますよね。なりますね、バラ ね、 バラね、すごい粘りがね、すごいですからね、うん、1年植え替えないとパンパンですよね。植え替えしなきゃうちもいっぱいありますよ、バラ植え替えなくちゃいけない、ポットのまんま放置してありますから、ね、でこれで多分もう落ちなくなるので、はい、こっち側の根を止めます。今石付き流行ってて、流行ってるんですかみんな石ついたのがいいなって、あの素人さんがね、みんなね石ついてるの好き、まあ、石ある方がなんかね見栄えもやっぱいいんでしょうね。 あとは土を丁寧に入れていくと、でこの骨を少し切る、はみ出てのだけ取っていく。これは埋めたいですね、埋めたいやつをこっちから埋めて、ここだけだな。これはやっぱり一番細かいやつ、うん、一番細かいやつで隙間をね、土と、うん、丁寧にこういうとこやらないと根っこかわいそうだから。で、これが死んでるのかな、さっき切ったんだけど、これ枯れてますね、これ枯れてる枝です。うん、ね、ここにね、芽があるんだ、ここに、これ、白い芽で、ここにもあるの、で、ここにも、この辺にも出そうだから、もうちょっと枝増えると思うんですよ、はい、ということですね。下枝が出たらいいですね、うんうん、ちょっとね、うん、ここが太っちゃえば目立たなくなるんだけど、うん、この枝が出ると思う、これが、はいはい、白いプチって、それで、ここに、こ
こう、これ止めるの大変で、大変ですよね。大変なんでね。ここ短いから。あのね、一回ね、ここ通してね、はい、簡単にやる人はこうやって止めとくの。枝に引っ掛けて。うんうんうん。うん、それでこう立たせてちょっと値上がりにしたいわけだから、うんうん、押さえてて指で引っ込まないようにして、これでそっとしとけば大丈夫です。うんうん、これだけ。あとで簡単に取れますから、こう引っ掛けただけなんで、ピッて切っていただければ、うん、こういうのはやっぱり根に引っ掛けるのは、うん、難しいですね。難しいです。豆だし、小さいし、根切っちゃったし、やるんですよ。これがどう変化していくかっていうことだね、はい。うん、この時点でね、土鉢に入れて同じものを土鉢にもし作れば、ちょっと荒くはなるけれども、もっと根っこがパッとなって早く出来上がるんだよね。で、豆盆栽の人は最初から小さいところに入れて枝を走らせないようにして、小枝を出すから大きい鉢には最初に入れない。なるほど。そういう作り方と、一回大きくしてバツバツって切ってちっちゃくする作り方と両方あるんだけどね、うんうん、まあ難しいですよ。はい、こうなるわけだよね、古くなるとバラが。そうだよね。だからこれが鉢に入ってればいいわけだけどね、うん、なかなかね。そう、乾くですよね、太くなってね。だけどこうは横から枝が出てこうなってっていうね、うん、もうすぐ売れちゃうんで、すぐ売れちゃう。すぐ売れちゃうんで、うち同じのずっと取ってあるのは、私がもうよっぽど出したくないやつだけで、うん、それ解除しちゃうとあっという間になくなるんで、なくなっちゃう。今もみじとバラストップしてるから、うん、苗木だけ鉢上げしたやつは売っちゃうんですよ。ないんですよ。なかった、はい、ごめん。早いんだよ。今度から1本ずつ取っときますよ、はい、参考のためにね。参考ね。これどうです、これ、さっきのこれ、うん、これ切ったやつ。あ、バラね。これね、もったいないからね。もったいないから。これをプツプツプツって切って、プツプツプツって10日前に刺したんですけど、うん、もうついてますよ。10日でつきますよ。あのビニールハウスの中に入れときましたから、外出しっぱなしだと寒いんで大丈夫。もう元気です、すごく。結構なんかね、いつ刺してもつくみたいなイメージありますよね、うん、自然の外だったら4月ならつきます。9月までつきます。野バラは強いです。だからこの種類増やしたいなと思ったら、こう短く切ってブスブスブスって刺してれば、これで10日前で元気です。葉っぱ出てきたでしょ。そうですね。あの刺した時葉っぱなかったですか、うん、大丈夫。僕もね、バラの挿し木が増えすぎて困ってるんですよ。買いますよ。持ってきます。はい、はい、というわけで、はい、今回はバラとカエデ。カエデ、そうです。これが前回やったやつですね。そうです、そうです、そうです、はい、なんかまとめておいてあります。まとめておいてあります。まあ安いバラの苗木でも、うん、いろんなやり方ができる。できる。でカエデは最近売ってるのが少ないけど、うん、見つけたらやってみてもいい、うん、結構改作できるから。大きいの買ってもね、取り木や挿し木で増やせるので、はい、そうです、そうです。挿し木はつきやすいですよ。取り木もね、すぐ出るから、うん、カエデはすごい。なのでぜひおすすめかなと。はい、いいところです。今回の動画の内容は盆栽世界さんにも載ってますので、はい、こちらで、はい、こちらもぜひともお買い求めください。5月号です。5月号だそうです、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。俺一応ありがとうございます。あとあれだな、はい、これ言いたい。これを言いましょう。これ山もみじの種をまいて、こっちが1年前に発芽した分、はい、で山のもみじっていうのは2年越しで芽が出るので、うん、今双葉が出てきてるのが今年の分です。ほらもみじでしょ、ちゃんと。本当だ。そうするとね、段差ができるの、うん、このまんま鉢にこう楕円の鉢に移すでしょ、はいはいはい、そうすると1年生と2年生で段差ができるので、うん、面白いのができるの。なるほど。だから種まいて発芽が少し 2,3 本しかなくても、そのまんま置いとけばこういうことが多々起こりますので。そうですね。もみじは2年目も発芽しますから、捨てないようにしましょう。鉢上げもだから1年待った方がいいってことですかね。できればね、はい、ただ1本ずつの時は別だけどね、そーっと抜いて土を捨てないの。
あまたポンポンってやっとくと出てくるから。なるほど。そうです。はい。